じゃあちょっと打ってもらいましょうか。はい、前回の声ができてるかどうかの確認で。はい。まず、そうです。ここですね。そう、肩の真下にグリップがあることを確認してあげます。そうです。はい。うん。うん、ナイス。綺麗に打ててますね。あとはもうちょっと距離を出すためにちょっと動作のでちょっと一つ直してもらいたいところがあるんですけど、うん、ちょっと構えてもらっていいですか。はい、ちょっと行きますね。構えていきます。こうですね。OK、いつもよりちょっと腰の高さまでクラブ上げてもらっていいですか。そう、この手と体の距離感なんですけど、はい、構えた時の距離感に比べてどうです今この距離感って。ちょっと遠く離れてるんですかね。そうなんですよ、離れていっちゃってるんで、はい、肩が置いてきぼりになっちゃってるんですよ、うんうんうん、だから手元はすごい回ってるような形になってるんですけど、うんうん、体が回ってない、うん、だから距離がちょっと出にくくなっちゃう。どういうことかっていうと、はい、構えた時のこの距離感だいたい拳一つ分ぐらい空いてますね、はい、そうなんでこっから腰の高さまで上げていきますって言ってか上げていった時このぐらい近くていいんですよ。ですごい近い感じあると思うんですけど、はい、ここの距離感どうです。変わってないの分かります。一緒ですね、はい、そうすると自然と肩も一緒に回ってくれるんですよ。そう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 ちょうど、はい、そうと体が回転してくれるんで腕の力だけじゃなくて体全体使って振るからボールに伝わる力がもっと強くなる、イコール距離が出やすくなる。体を後ろ向ける向けるってこういうことだったんですね。そう原理的には。そうですそうです。でそれが手元離れてる動作してるうちは回そうとっても回らないから。へえ。そう、あ、へえ。そう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 クラブ私がちょっと構えてもらっていいですか。構えます、はい、ここにこうやってクラブ置いとくんで、はい、そうここに当たらないように上げていってください。そう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 、それが正しいバックスイングですからね。へえ。そうじゃちょっとそこを意識してちょっと打っていきましょうか、はい、かしこまりました。そしたら私ここ置いておくんでそれでボール打っていきましょうか。はい、うん、そう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  OK。 そうナイスナイスショー。捕まるようになるの。捕まりやすくもなります。はい、あんまり当てようって気になって今カット打ちになりづらいもん。なりづらいです。そうです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 。体の近く通りやすくなるんで、はい、近く上げていってあげると近く通しやすくなるからインサイドから置いてくるからちょっと捕まりやすくなってくる。へえ。今当たったら分かります。そうそうそう、それだけちょっと離れていくのが癖なんで、そう、そこ直してあげるともっと距離出てきます。もう一発いいの出たら怖いな。 OK、 そう OK、 ナイス。いい感じ。ドライバー、はい。でもドライバーも同じ構えで同じ構えです。同じ構えです。ここも内側も全部一緒です。はい、ちょっと一回やってみます。どうぞお願いします。あやだやだ、サブサブ、ちょっと尺使わないで。ごめん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 、サブサブ。ちょっとうわドライバーなんか最近ちょっとさらに良くなくて。ではうん、おー左に行きましたね。左に行く、いつも右なんですよ。あ、いつも右、はい、はいはいはい、珍しいです左。多分ねスイングが変わってるからだと思う。あ、構えて、はい、構えてから左手だけ離して一回ダラーンと垂らしてあげましょう。そう、そこの位置ですよ握るのは。そう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 、はい、そうです。はい、わかりました。ここです。うん、OK、気持ちいい。ちょっとヒール側にボールセットしちゃってるのって気づいてます？真ん中の感じますよね。 OK、はい、これで私持ってるんで、はい、あっちに飛球線上にちょっと行って見てもらっていいですか。はい、ああ、絵の方ってことですか。そうです、こっちの本当はどこがいいの。
本当はこの辺。元は？元はここです。ボール半個分ぐらい。そうです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 。ここ。ここ。で多分それってボールの見え方なんですか、思うんですけど、はい、ボール真上から見た時に真ん中にこうこの矢印ありますよね、はいはい、これ真ん中にセットしちゃうとヒール側って言ってこっちの手元側にセットしやすくなるんです。みゆちゃんが合わせてるのはこれ、どことどこで合わせてるの？ボールの真上から見た時のこの真ん中と矢印、そう矢印です、うんうんうん、で合わせるとちょっとヒール側に行っちゃう、ヒール側に行っちゃいます、うん、だからちょっとヒール側に当たってる痕跡があります、うん、過去の勲章で、本来ボール真上から基本的にゴルフは見ないので、うん、必ずボール見る目線の方向としてはこうなりますよね、うん、こういう形、うん、真上から見ないですよね、うん、なんでこっちの真ん中に対してこの矢印を合わせてあげる、うん、さあと真ん中に来ます。ここら辺かな、そうもうちょっと、もうちょっとですか、うん、そう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 、うん、いかがですか？オッケーです、はい、真ん中です。やっぱすごい違和感でも、いや、でもいい音、めっちゃいい、ナイス、いい音しました。高さが出てる、高さが出てる、そう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 、すごい軽かったです。当たるところが変わります。ドライバーって一番クラブが長いんで遠心力が大きくなるんです、はい、で遠心力って何って言うとクラブをこうやって上げてって振っていこうとした時に自分は向こうに振りたいわけですよね、はい、ヘッドは向こうに行こうとするんですよ。これが遠心力、うん、そうで外側に振ろうとする力が強くなると基本的に手元って外に行こうとするからちょっと浮きやすくなるんですよ。そう、これは多少浮いちゃうのはしょうがない、はい、多少はさっきはちょっと浮きすぎてたんですけど、そうそうそう、で多少浮いちゃった時にちょっとクラブから一緒ですか、はい、オッケー、ちょっとここ立って見ててもらっていいですか、はい、これが さっきのヒール側に構えて、はい、遠心力強くなりましたって言った時に全然違うとこ当たっちゃうんですね。そうでちょっと先っちょの方に変な話構えるようにしててあげると遠心力かかって戻ってきた時にちょうど真ん中に当たるようになってくるんです。そう女性の方なんかやっぱどうしても遠心力に負けちゃうというか、やっぱ私影響を受けやすいのでちょっと通側の方に構えるようにしててあげると芯に当たるからそれだけでも距離が出てくる。これは面白くなるんじゃない？なんかそうそう、自分で全然今までと違う飛び方だったの。はい、そうだからたまにいません、で多分アマチュアの男性ゴルファーと女子プロヘッドスピードが一緒なのに飛距離が全然違う。おフルスピードは一緒なのに、そう、それがミート率なんですよ。へーミート率が女子プロと男性のアマチュアゴルファーだと全然女子プロの方が真ん中に当たる芯に当たる確率が高いから同じフル速さでも距離が出てくる。そう、今も同じフル速さ別に大して変えようとしなくても、うん、ミート率上がれば今みたいに距離が出てくるようになるんで、へー頑張ってこうウエイトトレーニングとかしなくても今以上には飛ぶ。そう、そうなんですね。そう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 、これ覚えなきゃ、うん、1忘れないでくださいね。はい、うん、オッケーオッケー、いいですよ。うん、ナイス。音が、え結構飛んでます。ナイス。いつもナイスショー。あとはちょっとまっすぐ行くと、そうですね、まっすぐ行った、まあ、これからだと思うんですよ。そうですよね、はい、あの分かりました、分かりました、分かりました、そうですね、うん、いいですよ、はい、OK、うん、OK、今右に出ちゃうのインパクトの時に左肘こうやって引けちゃってるんですよ。はいはい、 それを引かないようにってこうやってくっつけようと思ってもただ手前に引っ張るだけになっちゃうんで、はい、構えた時ちょっと構えてもらっていいですか、はい、のこの左腕の位置なんですけど、はい、まあ、女性の方よくあります。左胸の横に今ついてないですか、左腕、はい、ついてます。これがダメなんですよ。えじゃあどこって話なんですけど、はい、ちょっと一回クラブをお預かりしますね、はい、
そのまま足肩幅に開いていただいて、はい、私鏡でありますね。手のひらをお空の方に向けていただいて、肩、ごめんなさい、こっちですね、左手、鏡でやるんで、OK、肩の高さまで上げてください、はい、OK、そのままちょっと開いてもらって、さあ今マイクがあるこの体の真ん中、軸に当たるとこまで手のひら持ってきてもらっていいですか。そう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 、ここの位置ですね。そのまま手を下ろしたこの位置です。この感、ここの辺の感覚違うの分かります。分かります。ここの位置に持ってってあげると肘が引きにくくなるの分かります、はい、腕でストップされるんで、うん、これが横に来ちゃうと肘が自由になっちゃうんで、はい、さっきちょっとその前回の動画もそうなんですけど、肩が置いてかれちゃうよって原因の1個にもあるんですよ。手だけ先行しちゃうんで、はい、でここが曲がって上がっていくとトップでガタンともなりやすくなるんで、まあ、前回の動画にもちょっとつながってる部分はあるんですけど、ここの腕を左胸の上に乗っけちゃってください。そう、そうするとこれが正しい左脇の締まり方になるんですけど、正しく締まってればこのまま腕上げていった時に一緒に肩持っていかれますよね。はい、また、はい、そうそうそう、それが横についてると持っていこうとした時にそう肩一生懸命回そうと思わないと回っていかないんで、そうで、ここで肘がロックされるから当たっていく時も肘が引きにくくなるんです。そう、上げてって下ろしてくる時ですね。そう、下ろしてくる時にそう、ここがピンって伸びた状態でインパクト迎えられる。これが今ちょっとこうなっちゃってるんですよ、はい、そう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 、プロの皆さんみんな伸びたままこうやって当たってますよね、はい、そう、そんな形はアドレスで作ってあげる。へえ、しかも今引く時になんかこっちの脇締めてってなんかよく言われることあったんですけど、はいはいはい、自然に自然にしようって感じだよね。締まりますね。で左腕が伸びてるから、そうそうそう、だいぶ右腕も伸ばして上げていく人ってまあいないので、そう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 、そうやっぱり胸の話とかしていいのかな、しない方がいい。そう、やっぱ女性の方でお胸ある方が多いので、やっぱ寄せてこうやって構えちゃう方が多いんですよ。そう、でもそうですね、右は全然そのまま緩く握ってもらいたいんで横でも全然いいんですけど、左腕だけは必ず胸の上に。そう、でどれぐらい上乗せるのって言うと、さっきのこの動きしてもらえれば正しい左腕の位置がそう真ん中まで持ってきて、そう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 、そんな感じ、ここの感じ覚えておいてください。知ら、え、皆さんこれ知ってる話？私だけ知らなかったの。もう分かんない話。ちょっとやってみてください。なんか結構びっくり。私これこんななんか。でも男性のこともなりやすいですよ、こうやって。あ、そうですね。はい、そうすると曲がることはないから、このまま上がってって戻してくるだけだから当たる確率も上がってくる。へえ、さっきのミート率の話でミート率上がってくると距離が出てきますよ。しかもこれもさっき教えてもらったみたいにアドレスで改善できるやつですね。そう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 、私みたいな。そうそうそう、単細胞でもできそう。単細胞にちょっとやってみますもう一回、はい、そう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 、で、そうですね、そう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 、うん、もうちょい先行っちゃう。はい、オッケー、ナイス、ナイスショー。結構飛んでるよ、150超えたと思うよ。しかもまっすぐめっちゃ嬉しいですお上手です、ナイスです。しかも本当に振り上げたらもう何も考えてないです。そう、何も考えなくて大丈夫です自然とそこに来るようにしますから大丈夫大丈夫すごい。そしたらもういいショットが出るって分かったんで、はい、まあ、練習はこの後していいんだけど、はい、動画は撮っちゃったら。あ、了解了解です了解です、 大丈夫です。はい、って感じで、まあ、一回ちょっとあの飛距離編は、うん、あの前半後半で、まあ、見てもらって、まあ、どこか当てはまる人もいるんじゃないかなっていう感じです。みーちゃんどうでした？いや、もう簡単に真ん中に当たって今まで見たことないようなボールが飛びました最後。すごいです。あれはすごい。しかもなんか全部こうアドレスでこう構えるときにできることなので、あの取り組みやすいです。よかったです。私でもベースがいいから全然。じゃあ次はあの、まあ、傾斜コースはさ平らじゃないから、うん、はい、傾斜をちょっと習っていこうかなと思いますので、はいはい、次の動画もお願いいたします。はい、次の動画もお願いします、はい、お願いします、よろしくお願いします。上乗っけちゃう、そう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 、はい、これみんな知ってんの？知らないと思うよ。当たり前じゃないですよね。いや、多分たまたまなってるとかなってないとかそんな感じだと思う。あ、教わってはいないと思う。おほほほ、
した、どうした。え、やばいの分かる自分で。いや、分かりますよ。だってなんか音も違うし、ちょっとなんかもう私ポーンっていう、そうだね、そう、なんかもう全てがなんかヘラヘラした球スイングからすごい言うこのカメラマン。